おはようございます、すソカジュの久保です、えー、今日のテーマはですね、えー、ピンチの時こそ自分の進化が問われるということでございます、えー、このね2ヶ月ぐらいですかおおむね、えー、6月下旬ぐらいから少しずつ例のやつに、えー、ちょっとしたね変更というか変化が訪れまして不安に感じた方もいらっしゃると思うんですけども不安に感じた時に 自分に何ができるかなって考えてほしいんですよ、これずっとね放送してきましたけども、も不安になってきたなとかね状況よくわかんないなときに自分がねじゃあその状況を打開するために何ができるかなってことなんですよ、個人的な感情ではないんですよ、個人的にはなく全体的に問題を解決するために自分は何が協力できるかなって考えたときに、ただ情報を待つだけしかできない、誰かに問い合わせることしかできないってことになると、これはですね何もしなかったのと同じだということなんですよ。 ずっと長い間何もない時順調に行ってきた時に危機が訪れた時にどんなリスクヘッジができるかなっていうふうなことを学んで準備を積み重ねておかなければならないんですよねじゃあ具体的に私が何をしたかというとあらゆる人から情報を集めて自分なりのあこうやって見解をね組み立てていってしかもそれが実際にあのー、本当だったというねだからこれなんですよ 少ない情報から自分なりの解釈を持ってそれが大体真実と一緒になっているってことを繰り返すは自信を持って返信もできますし皆さんとの関わりもできるとでピンチになればなるほど、例えばねネットワークビジネスなんてアップラインが黙っちゃう人っているんですよピンチの時に分かりませんとかね他の情報を流しているとかねそういうふうになっちゃう人もいるんですけどもじゃあ一番皆さんが欲しがっている情報皆さんが一番うーん不安に思っていることは何かなってことで的確にそこをね 対処してて積極的に動ける人っいいうのはあんんまりいないと思うんですよねだからそういう人にはついていった方がいいと思う、私は思うんですよ、でもやばい時にいなくなる人とか、やばい時に黙っちゃう人とか、やばい時にただ待ちましょうって言っている人っていうのは私はあんまり当てにならないと思うんですよね、私は思うだけで皆さんもそう思ってくださいっいう話じゃないですよ、だから皆さんがどんな判断基準を持っているかってことはやっぱり自分で育てていかないといけないんですよ。 だからよくね詐欺にかかった、騙されたって言いますけどもその詐欺にかかったり騙されたりする自分の頭脳を疑った方がいいんですよね、ねこれ厳しいこと言いますけども、も世の中には嘘とか詐欺とかがあるものなんですよ、なくならないんですよ、で問題はその詐欺とか嘘に自分が関わらなければいいって話なのに積極的に関わるんですよね、だからそれは自分の選択肢が悪いんですよ、自分の行動原理が悪いんですよでそういうふうに考えた方がうまくいきます、じゃあ実際に私が詐欺にかかったかというと、かかってないわけですよ。 私は全くだから資産を積み重ねていって詐欺で取られるってことがないんですよ詐欺で取られるってことがないんで精神的なダメージも受けませんし自分が資産を減らして二度手間をかけることもないんですよねだからこれですよね3歩,を何3歩を進んで2歩下がるみたいなことが起きずに3歩進んで2歩さあのまた進むなんですよねじゃないとやってられないんで自分が何を選ぶべきかうまい話に乗ったりもするけども乗らないことがあると。 その判断基準はどこにあるのかってことをいつもいつもね何も起きてない時に鍛えていかないければならないんじゃないかなと思いますさあそれで例のやつの話にまた戻りますけどもおまあね一通りこれで資金問題は調整ができたと思いますし、えー、復活したと思いますので一応ね私が今までずっとやってきたサポートなんですけどもここで一旦終了にさせていただきます、えー、そしてですね改めてなんですけども今月終わったときにね 25日が済んだ時にあれ、まだちょっと変なんですけどって方に関しましてはあの私がまた受け付けましょう私ができることをやりましょうで、えー、とこの夏に肝、ね、を冷やした方とか特に何も起きなかった方に申し上げたいんですけどもこれが過ぎたからといってまたね何もしない日々に戻らないでくださいね、まあ、私がやってきたようなこととかでも構いませんし自分なりのことでもいいんで似たようなことが生活のどこかに起きると思うんですよそしてこの案件にもまた来るかもしれません 企業がやること、人がやることにはミスやあこう、ね、遅延っていうのはつきものなんですよ、そういうい時に、それが起きた時に自分が何をして状況を改善することができるのかっいうことをずっと積み重ねておいていただきたいと思います、それが自分の力をつけるということなんですよ、自分の力をつけてない人に限って人のせいにするわけなんですよ、そして自分の状況はどんどん悪くなるんですよ、せっかくこういったご縁を、ね、もう持たせて,ていただいて、 多分、ね、皆さんの周りに2年とか3年で1億円の,あの資産を残す人っていないと思うんですよ自分で言うのもはばかれますけどもあのお金のセンスがいい人ってあんまりいないと思うんですよっていうことはこの縁をねもし私のことがあの、まあ、聞いてもいいなと当てにしてもいいなと思うようでしたら、まあ、ちょびっと、ね、参考にしていただければきっと失礼な言い方になりますけども皆さんの周りにいる先生とか肉親の方とか身内の方とか会社の上司の方よりはお金に関しては 当てになななるんいいかなと思いますけど皆さんいかがお考えでしょうかそれでは本日の放送は以上でございます、えー、プラスですねお知らせがあります明日も19時から自分の力を身につけるために FX を攻略してお金に困らない人生を送るための登竜門速化塾プレミアムこれのね第2シーズンセカンドが始まりますですでにカリキュラムを受講中の方もいらっしゃるんですけども明日中村トレーダーとね えー、創価力プレミアムっていうのはどういうものだったのか実績者にはどういった人がいるのかそしてこれからどういうふうに皆さんと関わっていくのか FX の力をつけて広がるそんな世界とかね私が実際2017年1回も勝てなかったのにそれからずっとね勝ち続けられているそういったこともお話していこうかと思います、えー、とりあえずね FX ぐらいは身につけましょう FX ぐらいは他のことはいいですからビジネスは難しいんでやめといて FX だけやりましょうでもし FX もだめだって言ったら YouTube やり続けましょう、うん あの多分ね、継続できないんですよね、努力の継続ができない人が、簡単に稼ぐ方法とか言って、詐欺にかかっちゃうんですよ、うん。だからそういうことにならないようにしましょうね。それでは以上でございます